Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose. はい、なんとね、めちゃくちゃ暑い中お届けしてるんですけども、現在が夕方なんですけどもね、30度を超えてるということで、夕方の4時なのに30度を超えた状態でお届けしております。今日何しに行くかというとですね、ちょっとまた買い物行こうかなと思って、最近キャンプいろいろ買ってるからね、またキャンプ用品買おうかなと思ったんですけど、なんかバイソンやったっけっていうのが三重かなんかにできたみたい でそこでほんならちょっと一回行ってみようじゃないのと、新しいのいっぱいあるらしいよと、これ見てズドーンと東京ドーム2個分ぐらいの広さあるらしいから、それをちょっとね、なんかいろんなお店入ってるらしいけど、今日はちょっとさすがに全部回られへんけど、まあオレンジだけはねちょっと買いに行こうかなと思います。まあ僕もね、また近々ポップアップ愛知でありますので、ぜひ来てくださいね皆さん。その時の帽子がこれになってますので、ね、問い合わせめちゃくちゃいただいてるということで、僕のはちょっと宣伝をさせていただいて、そこから行きたいなと思います。アルコール、そうですよね、アルコール、はい、ちなみに僕が使ってるポップアップ全く同じやつ使ってるんですよね、これ値段も知ってるけども。さあ体温が何度でしょうか。 36.6、 見て測りもおしゃれ。これしかも3階建てやからさ、のんきに見てる場合じゃないんよ。で確実にいるものは、最近キャンプやり始めたからいるもん分かってんねん。紐とか卵ケースとかがいんねんけど、その辺をちょっと見ていきましょう。これ何入れるらしいね、これは道具箱。そうか、めっちゃ可愛いやんこれ。うちにもあるじゃんそれ、赤いの。あったっけ、洗面所に。知らんわ、クロス入ってるじゃん。知らんわ、クロス入れてるじゃんそこに。うわ、掘りにしいっぱいあるやん。わ、本当だ。今なんか金の掘りにしあるらしいで。あ、クラファンのやつかな。おう、ええやつらしい。しかも前まではさ、そのあ、ステッカーもあるよ。あ、本当いっぱいあるね。前までさ、キャンプ用品見ても何に使うやつか全くわからんかったけど、ちょっとわかるな、こうやって見てたりしたら。確かに、この辺とかもさ、はい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 、ホッとするやつねとかって。さっき卵見よう、卵。卵ね、あった、うん、卵料理使わなあかんから。どうします、この2つ入れのやつにするんか、うん、ちょっと多めに欲張って入れるタイプにするか。あ、でもさ、泊まりとかに行くなら多い方がいいし、うちはデイキャンプしかほぼ行ってないから。うん、2つでいい、割った時の代償でかいで。確かに、じゃあ6個入りにしようか。残しとこうか、うん、大は小を兼ねるからね。小は大を兼ねる、大は小を兼ねるから。見てこれ、トースト、え、めちゃくちゃうまそうやんこれこんなうまいことできへんのよ。ペグもたくさんあるね、かわいい。福袋もあんねんて。おお、正月気分味わえるね。うん、ここが洋服。そう、洋服、 T シャツとかもあるやん。ちょっとな、時間ないからあれやけど、サクッとだけ見ようか。サクッと見ようか。そうね、手羽とか。このつば短い帽子似合う人、おしゃれ男子なんよ絶対俺似合わへんから残念。あ、一緒、私入って、あ、たくんのやつか。これ今入ってるやん。本当だもうでもな、服はな、買うやつないねんな今。そっか、ほぼほぼ揃ったんね。これ今持ってはるやん君、ヒップモンキー。ずせてる。うん、俺の服着てんな上あ、そうそうそう。あ、見て、これのマスクあるんだね。ペンドルトンやろ。うん、かわいいよな。いい、しゃれてる。あ、たくん、これうちら持ってるじゃん。どれ、これ。あ、これこれつけてポップアップやっておりますので下に詳細書いてます。愛知に皆さん来てくださいね楽しかったからね。あ、この辺もありますよね。 ありますね。やっぱ洋服はな、うん、もう特にな、ないんよこれっていうのは。あ、もうレディースかな、ここ。あ、これかわいい。なんだこれ、かわいい。プリント T シャツやね。うん、じゃあそういうのないもんね。ないね、プリント T シャツ俺着ひんからな、ね、こういう無地やから基本。ほら、私のやつじゃん。そうや、君履いてるやつや。私のサイズじゃん、しかも。ここいいな、他はね、買ったったやん、ゴアテックス。あ、ゴアテックスね、二足もこれ超可愛くないですか、オレンジって入って。オレンジのね、カゴ。今までさ、これが何か分からなかったやん。はいはい、今やったら分かるよ、何。花瓶。違う、焚き火台やなんで分からへんねん。ボケたの。あ、そっか、ごめんごめんえ、山本さん、ここの店員さんちゃうからな店員さん、和歌山の店員さんです。あ、こんにちは。どうも、前、ありがとうございます。あ、こんにちは、どうもどうも。ちょうどその来てくれはったんですね。山本さんがおらんかった時に、そうです。で、上案内してもらって、
あ、一緒に応援というか。応援です、応援です。あ、そうなんや。時が経てば帰ります。僕の上司なんで、部長さんなんで。あ、そうなんですね。へぇ、ちょっとお邪魔させてもらいます。いっぱい撮ってください。わかりました。了解です、了解です。お願いします。3回数うちで伸びるかどうかわかんないです。わかんないです。いえ、みんなめっちゃ気にしてるから。ほんまっすか。うん、下行きましょうか、ほんなら。はい、じゃあちょっと下行きます。はい、ありがとうございます。階段も広くていいね。いいよな、かわいい。やれてるね。ほんでさ、ちょっとここでアピールさせてよ。堀西のスパイスあるんですけど、僕この本もちゃんと買ってますよ。自腹で買ってますのでね。ぜひ堀西さんの方からなんか提供いただいてもいいかななんて思ったりはしてます。嫌なやつ。はい、これアピールしとかんとな。もしかしたら社長見てるかもしれん。忙しくて見てくれてないよ。なんかこれすごいおしゃれだね、この全部。ランタンや。おお、ここはここで広い。すごいよな。すごい広いね。お姉さんはキャンプしはるんですか。しない。勉強中です。そうなんや。最近入ったんですか。あ、そうですね、ここに、うん、入ったので、はい、全然まだ。こっから、はい、映してもいいんですか、動画。 YouTube なんですけど、映しても大丈夫ですか。大丈夫ですけど。あ、お姉さんもいてはるみたいで。ずっといてるんですか。いや、まだ7月からで、商品出したりとかで。別にここからどっか行く店舗に、和歌山行くとかはなく。あ、そうです、ずっとここに。はい、看板娘も見てるみたいな。もう全然関係ないところでしての声かけてすみませんでした。仕事中。すみません、仕事中に。申し訳ないです。ほんなら、じゃあこれからキャンプ頑張っていくと。そうですね。ま、でもし分からんことあったら、お客さんもね、優しいお客さんも多いと思うんで。はい。教えてもらいつつ。はい。教えてあげてください。お名前なんて言うんですか。大平。大平さんです。はい。ちょっとナンパしちゃいました。すみません。ありがとうございます。すみません。ランタンやね、ここは。うん、いっぱいあるね。あ、スノーピークのコップもこうやって見たらめっちゃすごいな。確かに、あかんね。え、バーベキューでたこ焼きやる人いるんだね。それはおるやろ。すごいな、気合が。やっぱ三角のやついただこうかしらね。え、あ、うちと同じやつね。うん、もうこんな綺麗ちゃうけどな、うちのやつも。いい感じにね、味が出てきたね。うん、焼け目ついちゃって持てるから。こんなんもなんかいいけどな、一人とかでやんねやったら風入ってこへんし。確かに。これ僕自腹で買ったんですよね、この間。また言うの。もしかしたらスキップされてるかもしれんから、そこで見てなかったらさ。そっか、こいつ高橋さんが。そう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 。これももういいわって。うん、なんだろうこれは。ここはあれかもな、そのめっちゃ凝ってる人らはいいかもしれんな。山本さん。和歌山に行ったら会えます。山本さんとかバッサリカットして、はい、僕も何回も出てるから。僕カットしないとね、多分再生回数がね落ちる。 いつも出てるんですよ、ほんで。マジっすか。はい、ほ全部使ってます。あ、マジっすか。見ときます。見てないんかい。いや、忙しいから、山本さんも。いや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 、ゆっくり見てください。はい。うわぁ、おしゃれやな。すき焼きとかできるやん、これで。お、すごいね。うん。いいね。燃える骸骨。骸骨炭。何それ。骸骨みたいに燃えんねん。怖っ。ちょっとやばい。値段するわ、やっぱ。2個で、だって1280円も。1個600円ぐらいするってことね。そっか。こういうのをさ、ランクルとかに乗せてやったらかっこいいわけよ。プリウスなんやけどさ。プリウスなんだけどさ。え、これオレンジの焚き火台もあるで。すごい。オレンジ大好きな人おかしいんじゃない。はあ。あ、寝袋あるよ、たっくん。ちょっと待って、この絵、あっかんやで、こっからの絵。めちゃくちゃすごいで。うわ、すごいな、写真撮りたいの、普通に。あ、めっちゃいい、こうだった。忘れてた、これ買うの。ほら。あ、ポールあったじゃん。よかった。前ポール買ったけど、コードなかったんな。ね、残念なことにね。どないしてくくんねんちゃうんですよ。マットもあるやん、そこ。あら、マットも買う？ほら、軽いな。すごいね。モンベル、ナンガ。今まで寝袋なんか縁ないと思ってたけど、最近寝袋買おうか言うてんもんな。なあ、圧巻ですな。これ、子供と一緒に添い寝できるシュラフもある。あー、かわいい。カップルだったら一緒に寝てもいいかもしれないよね。汗べちゃべちゃなっちゃうやん。なんかいっぱい体育館みたい、ここ。これ、うちの椅子と一緒やわ。スノーピーク。んで、あとクーラーボックスとかって感じか。サップもある上に。うん、すごいね。これがあれか、クーラーボックスか。いっぱいある。あ、たっくん、こういうのあるじゃん、タップっていうの、こういうの。ああ、これめっちゃ立てるの大変やねん。手伝ってあげるよ。俺今ですらあのテント立ててないのに。もうでもさ、これさ、この前さ行った時さ、うん、ソロキャンの人、ソロキャンっていうかさ、一人のおじさまたちさ、みんなこれやってたじゃん。やってたな。こっちとかもいいんじゃん。そんな大きくなくていいもんね、うん、それでも結構値段するね。やっぱ64,900円やって。え、高っ。高いって、でも屋根やからな。まあまあまあ、俺は今屋根あるとこにしか行ってないからええねんけどさ。確かに。
でもね、あったらいいよね。お欲しいな。あで、テントこの辺サクッとあんねんな。うん、あ、ほんとだ。スノーピーク、コールマン。そりゃ一式揃うわな。まあ確かに全部あるやん、テントから椅子から焚き火台から。ほんならあと三角のやつ見に行く。三角のつる立てるやつ。てかさ、これ紐はいいねんけどさ、うん、いけるかな。わかんない。裏になんか使い方ない、書いてないの。書いてないね。これどうやって使うのよ。わからんやん、それ。じゃあ山本さん聞かなあかんやん。いや、それやったらな、うん、向こうにな、うん、なんか便利そうな紐あってん。あっちの方が使いやすいかもしれん。でもポール赤だったよね。これちゃんと金具もついてくれてるから、うん、助かるやん。どうした、なんかこれでええや、うん、こんな集め出し思いっきりないもんな、うん、今となってはこのメスチンのさ、ありがたさめちゃくちゃわかるよな、うん、確かに。米も炊けるし、ラーメンもできるし、何でもできるし、うん、これすごい非売品って書いてある。展示品なんやな。値段も書いてないわ。売りませんよって。あげませんよ。うん、こういうさ、やっぱ大人ならではの遊び心っていいよな。こういう感じでさ、ノラって書いてたりとかさ、可愛、はいはい、らしいやん。これノースのエプロンだよ、丈夫な。へえ、うまいな。燃えにくいんやな、これ多分。上もいっぱいある。どこ？ノースじゃない、エプロン。あ、エプロンな。頑丈そうやもんな。ねえ、とてもね。フライパンとかもいるかな。まあいつかいるけど。今すぐにはいらん。だって君そんな料理できないじゃん。うるせえ。まずお家でさ。俺家でやったらせえへんわ、絶対に。じゃあもう本番。本番いいけど。どうする、あの三角のやつにする。何のこと言ったんだろ、さっきから三角。だからずっと言ってるよ、あの三角のやつ。ああ、あれね。うん、これよ。それね。うん、そんなん好きなのにしたらいいじゃん。大か小かってことでしょ。うん、まあ大やろうな、多分。まあそうだね。それにしようか。いいよ山さん。はい。これってね、はい、どれですか。これってね、うん、後ろのやつ。後ろにね、刺さってるんですよ。あ、刺さってる、そうなんやね。確かに。刺さったの、たっくん。あ、へえ。あ、めちゃくちゃ、へえ、ジェンガみたい。ほんまや、これ分からんな。で、サイズが、うん、M、L、XL、もう一個 S っていうのもあるんだけど。これはなんぼなんですか。それね、多分ね、L。 あ、L なんや。 L でも別にそんなに S でもここの幅のあれは変わらない。高さが変わります。だから L でこれ M なんですよ。あ、ほんまや。 S ってね、もっとちっちゃいんですよ。あ、どう使うかっすよ。服とかかけるんだったら XL、 かけない。多分冬場のキャンプに着てるものを脱いでどこに置くみたいな。まあまあまあ、で確かに結構皆さんこれ使ってます。あのね、スノーピークの椅子使ってるんですよ、はい、ローチェア。ローチェアのやったら、その座った高さやったらこれがちょうどいいぐらい。あ、それなんや。これだと多分高すぎるかな。あ、そうなんや。とセーフ。だってこの椅子の高さ、ね、まあ確かに高いか。高さ高いんですよ。これ多分60ぐらいあるんですよ。はいはいはい。ハイチェアって言われるやつで、ローチェアってこれの半分なんで、ってなったらこの高さってだいぶ高い。これぐらいになったら、そんな低かったっけ、あのスノーピークのやつ。どれ買いました、どれ持ってます。でもそのローテーブルに合わせてるぐらいのやつやと思うんですよね。ローテーブルの高さが40センチなんですよ、うん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 、スノーピークって。椅子のローチェアっていうのが30センチなんですよ。そんな低いんですね。そんな低いんですよ。地上高で30なんですよ。へえ、うん。やったら L はちょっとでかい。大きいと思いますね。やったら M の方がいい。M の方がいいと思います。さあ、取れるか。これでも取ったら次直すん、いけ厳しいですよね。ほっといてもいいですよ。全部フォト入ってるけど。あ、こっちのがまあコンパクトやし、まあ、座った時のそのパッとここの位置で取れるっていう、うん、うんうんうん、確かに体操ですもんね、ここまででかかったら。そうなんです。これで M ですか。これで M なんです。M、L でだいぶちゃうんですね、はい、XL がもう一個でかいんですよ。コートかけれるぐらいの高さ。あ、ほんならそれはそれでまた XL 買ったらいいかもしれない。そうです、そうです。だからこれって正直多分1飛ばしぐらいで買ってると使い分けがちゃんとできるんで、うんうん、確かに用途がね。そうです、ほんなら M にします。出してもらったからよかったです、はい、ちなみに山本さん的に福袋やって何がおすすめですか、はい、今回ね、福袋ね、うん、コンセプトが全然違うんで、うん、見たようなものがないんですよ。ペンドルとはもうタオル系ばっかり。タオル系プラスアルファ、うんうんうん、でこいつは、まあ、要はうちの別注のシャカにグローブ、うんうんうん、はいはいはい、これですね、うんうんうん、これが入ってるグリップスワニー。そうです、そうです。こ、僕両方あるんですよね。まあ、俺に別注じゃないんですけど、黄色のやつともう定番のやつ、はい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 、
でプラストップスとパンツとステッカーでしょ。ああそうなんや。でこっちがナンガ、そうナンガとグリップスワニとオレンジセレクトになってるんで、うん、ジャケットなんで今の時期にダウンやねんっていう、まあ、ツッコミが入るのはなしにしといて、うん、え、ナンガのダウン、ダウン、ナンガのダウンにグリップスワニのパンツで、うちがオリジナル出してるみかんっていうところのシェフズパンツは、シェフズパンツコリョイで、オレンジとカブーもしくはグッドウェアのコラボの T シャツ、うん、オレンジ×カブーかオレンジ×グッドウェアの T シャツが入ってます。あ、へー、でステッカーがあるよ。そうです。ほな一番総額的に言うとこのナンガのやつが一番いいってこと。57,800円から77,800円、こすい関西人の考えだけど、うん、でこっちは、48,000円でしょ。それはこれ78,000円っすわ。うまいこと言うな。それはもうこれいっとかな。 L サイズ、 L サイズありますよぐらいですね。XL で大きいですもんね。70、80弱、77,8。 あ、 L、 あ難しいな。 XL でもいい。なんかで僕 M なんですよ。まあ、だから L でもいけるし XL でもいけるし、着方ちゃいます。僕なんかでも L です。あ、じゃあ L で。 L か、はい、L かこれを選びもまた重要やからね。確かに。どれをチョイスするかによって ね、 ね、中開けましょうか。楽しみがどれにしますか。この列 L か。なんかでもちょっと怪しげな感じ、ちょっと空いてるとは言わんけど見えんことはないぐらいのもあるから。確かに誰か、これちょっとあのセコンになっちゃうから、ちょっとこれはミント。黒っぽかったね全体的に。若干さ白の袋やから若干その色味が見えてくるね。この赤っぽさがここにあんねん。カメラ越しに分かるか分からんか分からんけど、うん、ちょっと赤とかオレンジ系の色味が見えんねんこれ。本当だ。それを見ちゃうとさ、もう目つぶって、もう目つぶられへんよ。だって見えてんねんから。でも俺はオレンジとか赤とか結構好きは好きやからね、うん、これ L サイズお願いします。うん、福袋ね。はい、オレンジセレクト言うてるわ。これですわ。もう25,000円のやつね。7点入ってステッカーも入ってるから、ステッカーいいじゃん。お買い得っていうことにしときましょう。はい、大丈夫です、はい、きっと。でこれで、はい、あかんかったら、うん、ヤオンさんせよ。和歌山にあの人いてるんで言ってください。割れてる。え、なんやろなんやろ。おじゃす。虫除けは、あ、虫除けってどこにありました。ご案内させていただきます。すいません、お待ちください。あ、へー、ありがとうございます。おすすめ豚です。あ、かわいい。え、これの中で何かやるんですか。これ蚊取り線香入れです。かわいらしいな。まあ、虫除け本体でいけば、まあ、この辺のスプレー式オーガニック系使ったものか、うん、まあ、蚊取り線香ですよね、うんうんうん、線香の中でもこの赤のこれとかは非常に強いです。あ、そうなの、はい、蚊取り線香あんま効かんイメージでしたけど、そんなことはない。これ効きますね。へえ、パワーパワーパワー森林香。うん、や、野外専用強力防虫効、人体に害がございます。いや、それは書いてない。それやったらもっとこれちゃいます。え、スプレーの方がでも楽は楽ですか。獣よけ、獣よけ。そんな本格的にせえへんから、もう全然。でもね、これの製造元が和歌山の会社なんです。あ、オレンジらしいですね、その辺は。ほんなんでも俺スプレーがいいかな。まあ、この辺いい香りするテスターあるんで一回振ってもらったら。あ、そうなんですね、はい、いいですか。いいですよ、どうぞ。なんか前誰かさコメントくれてたよね。あ、なんかなんてなんだっけな、このスプレーってこと。うん、ね、あ、でも新森新このこれだ、これの赤でしょ。これは森林香。あ、やっぱそうなんや。そうだそうだ、それ全く虫寄ってこないって。うん、これにする？そう言ってもらえるんやったら。山本さんのこと信じへんかったけど、その人に一回信じようか。終わった。え、ほんでこれと豚と？いや、豚じゃなくてもいいですよ。普通にあの売ってるやつでもいいですし、うん、はい、なんでももう普通にあのなんだスタンドでこうピッてこう、はいはいはい、立てるだけでもいいんで、テーブルの下のところに入れておいてもらえれば。あ、へえ、はい、じゃあこれでお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これ何やったっけな？ガーシー。あ、そう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 、ガーシー。あ、滋賀の逆やねんな。そうそうそう。ありがとうございます。すみません。いい、すみません。ありがとうございます。まあ、この動画が出る頃にはまた和歌山に戻ってるんですけどね。はい。ありがとうございます。またじゃあ和歌山でお待ちします。了解です。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで購入してきました。じゃじゃーん。じゃじゃーん。という感じで、こっちがキャンプ用品系。うん。言ったって知れてないから、ロープとかそんなやつからないから。で、こっちがブクブクロになってるんで、まだこれはね、L サイズでしっかり書いてるけども、またレビューしたいなと思います。時期外れの、ちょっとダウンジャケットも入ってるからね。紹介したいなと思いますので、今日はねこの辺で終わりたいなと思います。では、この後ちょっと買い物しますか。ちょっと
様見ましょうか、うん、食材とか一瞬、はい、わかりました。では、見てもらってありがとうございました。また会いましょう。ペコリー。